こんにちは、草場ひろきです。今回紹介する精油はカルダモン精油です。生姜科の植物で、種から水蒸気蒸留法で抽出される精油になります。嗅覚反応分析師にとっては IM チャート右側、特に右上の精油になります。主要成分はエッセル類の酢酸テルピニル、そして酸化物類の18シネオールが主要成分になります。注意事項は特にない精油になります。カルダモンといったらスパイスとして聞いたことがある植物なんじゃないかなと思います。カルダモンの特徴としては、加齢臭とか汗の匂いなんかに効果的というふうに言われるんですが、カレーに使われるスパイスということで、今回はカルダモンを使ってカレー風入浴剤を作ってみたいと思います。カレーと言ったらインドで生まれて明治時代に日本に入ってきたと言われていますが、もはや今日本の国民食ですね。カレーに使われるスパイスは30種類以上あることが分かっています。その中でも基本のスパイスなんかは結構精油にもあるものが多いんですね。今回は7種類精油を使ってカレーの匂いを再現して入浴剤が作れたらなと思います。使う精油はですね、まずカルダモン、フェンネル、ターメリック、ウコンですね、オレガノ、ジンジャー、ペッパー、コリアンダー、どれも聞き慣れた精油じゃないかなと思います。スパイスでも一般的に手に入るものだと思いますが、今回はスパイスではなくて精油でカレーを再現したいと思います。そのカレーの再現も入浴剤でということで、今回使うのはバスオイルの機材となる喧騒者が出す喧騒バスオイルというものですね。精油は直接水に混ざらないので、お風呂に入れても浮いちゃいますので、水と混ざるように乳化剤を使います。では早速作っていきたいと思いますが、今回は 20ml 入る容器、 20ml 2回分精油は合計で14滴入れようと思います。なぜ14滴か、7種類なのでどれも2滴ずつ入れて14滴使うので、特に深い意味はあります。では実際作っていきたいと思います。まずはカルダモンから。カルダモンの精油ってですね、あまり聞き慣れないと思うんですが、実はエッセル類という成分は結構いい匂いというふうに言われているんですが、そのエッセル類を多く含んでいるので、カルダモンも匂い的には結構いい匂いに感じる方多いんじゃないかなと思います。匂い的にもおすすめです。カルダモンまず2滴入れます。ここからは全部2滴ずつ入れていきます。混ざりました。全然カレーっぽくないです。あ、もういい匂い、もう普通にいい匂いになっちゃいましたね。そしてバスオイルですね、入れていきます。 20ml 入れました。これで2回分です。こちらですね、よく振ってこれでカレー風入浴剤完成です。もう匂いは全然カレーっぽくないんですね。ただ使ったスパイスの特徴としては、カレーに使われるスパイスは漢方なんかにも使われるんですが、漢方の方はどういう効果かというと、肝臓とか胃の働きを良くしたりとか、咳止め、肥満、疲労回復、殺菌、二日酔い、肩こり、冷え性などの健康に対して様々な効果があるというふうに言われているスパイスのブレンドになるわけですね。食べた時の効果なので、これが入浴剤として使ってどういう効果があるかは実際作って皆さんよかったら体験していただいたらなと思います。今回カルダモンを使った入浴剤のレシピの紹介でした。また次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、動画を視聴していただきありがとうございます。もし動画を気に入っていただけたら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただいたら、通知をオンにしてください。では次の動画も楽しみにしてください。